相手に気持ちで負けない、自分に負けない、そうすると自然に相手に対する心構えがしっかり強いものができてきます。はい、いいですね。今と同じ流れからです。今日、レケンドルフの指導が全て終わりました。40年というのは今考えれば随分長い期間だったんだなと思いますね。まあ、ここにいるロバートっていうのがなかなか頑張ってくれたことも大きな一因だと思うんだけれど、やはりみんなが天道流合気道を理解してくれた、これが一番強いかもしれない。まあかなり厳しくやってきたつもりだけども、ロバートを筆頭にみんなが本当に合気道を分かろうとして今日まで頑張ってくれたことが40周年につながったと思っております。これからも、まあ、気を緩めずしっかり、続けていってほしいなということが私の一番の望みであります。